いやー、だいぶ華やかになったねー。ヤマトオロチが来る前より前。うわ、ワンコ。やっぱり、イザナギの血筋ってのは大したもんだね。ヤマトオロチと戦って、見事退治したって言うじゃないか。俺も。ちょうど、神の宮具屋でお祭りを始めたとこだよ。こんな平和な村なら、ここに腰を落ち着けのも悪くないなー。いい村でしょう。さーて、私は早速、商売で行こうかな。商売、ちょっと、まあ、せっかくね、いいお金いっぱいゲットしたから。人魚の個性あんま使わなかったな、そういえば。中心骨頂。まあ、そうそうね、大、中だから、大心骨頂とか来そうだけどね。むむむむ、感じたぞ。いにしえの怪物が、断末魔の叫び声とともに消えゆくのを。佐野という男、なんと苛烈な定員を持っておることか。むむむ？そして今、佐野に、新たな運気の流れを感じるぞ。これは、もしや、恋？ チャーチャーチャンチャンチャン、チャチャチャンチャンチャン、チャン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 、つさのーちゃん？さのーちゃん、もしかして？もしかして奥で？もしかして？ もう串灘だと。さすがにそれはね、まあ、みんな祭りやから外出てますよね。さすがにみんな元気やからね。まあ、もうちょっと酒飲みに行くか。一杯ちょっと酒を酌み交わそうじゃないか。ちょっと、スサノオちゃん、今どうなの？彼女とかどうなの？串灘ちゃんって今どんな感じ進んでる？みたいな。すげえ嫌な人みたいな感じになっちゃう。お、来てんじゃん。お、白い狼よ。嬉しそうに走り回ってるではないか。お前も縄張り割らす妖怪でも退治してきたか？この神木祭りは村の守護神木、この花様を祀る神事。この様々が、神様が特別に力を貸してくれたのかもしれませんな。お前も来てんのか。おわんこ、今までどこ行ってたんだ。なんでも、佐野のやつがとんでもない怪物を退治したらしいじゃないか。この話題で持ちきりやな。いつも妖怪から逃げ回ってたあいつが、そんな偉業を成し遂げるとはな。今夜は大剣士スサノオに乾杯といくか。まあね、最後の一発は間違いなくスサノオがやった。おお、すげえ。発剣士たちがぐるぐる回ってますわ。埋めたのか。俺にはわかる。お前、ヤマトノオチ、退治した。相変わらずこの、なんかさ、この目の下の涙が怖い。赤くて。ま、やっぱり、ただものじゃない。だって、いや、今回は、佐野の差に随分助けられたぜ。結界もね、ちょっと、やってくれたもんね。お前、ヤマトノオチ倒して、村を守った。俺、自分のこと精一杯で、お前の助け、できなかった。だって、前も大切なも、守ったじゃねえか。今ね、拳をね、交わしたね。お、新穴掘りをしろ。おや、これからずっと、ハヤブサと仲良くするよ。なんだって、オイラの命の恩人だもんな。いや、ね、矢がね、放たれて危なかったもんなで。ハヤブサと大根を掘って、掘りまくるぜ。あれも今日いないからさ、掘り放題じゃん。掘り放題よ、掘り放題。あ、いや、掘れない。いないよね、今日は。今日いないよね、だってね、ほら。掘り放題や。すまんな、でもちょっと掘り、ね。まあ、せっかくだからね。もう、それはもう、これはもう掘ってくれって言わんばかりの感じでね。失礼します。宝箱。このとこに、宝箱が、トンボ玉。ええー、これ何？なんかランダムとかに出てくるのかな？なんでこんなとこに？ なんでこんなとこに？失礼しまーす。入りまーす。いいね。お、あいだ、シンジ君だ。あはは、影がほら、もう来ないぞ。無知見のやつ。まだ、あの筆記憶で、燃え始めちゃって。無糖、ライブさんのあの筆には、叶わないからな。僕も、負けてやれないよ。俺が一番やからね。穴掘り王は俺やからね。一番穴を掘ってきたからな。ちょっと、こればっかりは譲れんな。譲れんもんがあるな。てか、みかんはどこ行った？あいつは。みかんじいとみかんばはどこ行ったんや？あいつだわ。全然人と会わんけどな。さっきのあのね、人たちと会ったけど、で、スイカを切っておくと、米よりスイカやで、やっぱり。水分補充するには水分に限るぜ。スイカに限るぜ。失礼します。じゃあ、シュッとね。これさ、もう水だからさ、あっちの方行けんじゃない？お、うまい。こっちの方とか行けんじゃねえかな。だからね、こっちなんか、行けるとことかありますか？行けそうなとことかありますか？これチンで咲いて、これでなんか、こっちの方とか行ってね、なんかうまい具合に何かが起きたりとかはしないですか？あー、やばい。助けて。あい、登れ、ギリ行けるぞ。おいなら、オッケー、危ねえ。死にかけるとこやった。ちょっと家の中入っていいですか？串灘の家で何が起きてるんや。明かりがついてることはおるんや。佐野と串灘が、なんかしてる。イチャイチャしてる。どっかで、見せろ。その風景を、第三者でいい。第三者でいいから。
見せてくれ。みかんじんとみかんバーも元気にやってんじゃねえか。それから高台の方にいるかもしれないね、もしかしたらね。でも明かりついてるからおるんじゃねえかなって思ったんだけどね。やっぱりねえか、ずつだな。今日はもう祭りだからね、みんな楽しんでますわ。家の中すからかんやな。いいね、なんかみんな満喫してていいね。無駄ってこういうなんか一体感あっていいよね。なんか誰かが困ってたらみんなでね、みんなで助けるみたいな感じでね、団結感っていうのがね、感じといていいね。みんな仲良く、この高台とかでやってんのかな、仲良くね。いやー、綺麗な星空、花火も咲いてますわね。お、いますね。元気にやってる？よう、犬ごろ。おめえらも、祭りの匂いを嗅ぎつけて遊びに来やがったな。それよりどうで、ついに完成した俺の新作は。間近で見たら、また格別だぜ。ちょいと離れてな。花火師玉屋、行きます！大抵一番星。甘かける。伝説ブラザーズの前。伝説ブラザーズ。俺とスサノってことかな。伝説ブラザーズ。わっしょい。見える。俺、な、姿が見えるタイプのかな。おお。あ、ワンちゃん。大一寸か。スサノ。あー、ブラザーズ。だもんね、一寸も頑張ってくれたもんな。まあまあ、一寸も、よかったよ。ざっと、こんなもんよ。いいね。綺麗な花火だったね。汚ね、花火じゃなくてよかったわ。お。あんたたち一体何者やったんや。わーいわーい。見て見て、お姉ちゃん。花火、すごく綺麗。そうね、旅の途中で、こんな綺麗な花火が見られるなんて。あーな、結局こいつだな。全然物語関わってこんかったけどな。どうしましょう。こっちは、だこれで、だ高台とかに行ったら、あれやね、多分佐野とかがおるわけよ。今日はもう、わはは状態はもう。今日に関しては佐野はね、もう酒いっぱい飲んで、ちょっとダメ親父と貸してしまいそうだけど、おこれは、四つ葉のクローバーでは。あ、違うか。おし、これで、旅の、あ、進学か。進学はちょっと上げておきたいからね。ちょっと、定期的にね。あ、また、進学。進学バンバン上がりますよ。これ、レベルみたいなもんだと思いますよ。多分、勝手にそう思ってるけど。よし、上に上がって、高台にね、誰がおるんですかっていう話を。この一番上に、お、いるね、みんな。みかんじとかみかんバーとかいるんじゃない？お邪魔しまーす。お、綺麗にやってますね。踊ってる。愉快だね。ごめんごめん。なんじゃ、お飯戻りたいのか。一緒に踊ろうぜ。パーディーない。めでたい。本当にめでたいことじゃ。佐野がオロチを退治し、つくしなどを救い出すとは。あの神話をこの目で見ているかのようじゃ。佐野のやつ、いつも怠けてばかりで、愚問の治りかと売れておったのに。あやつが武闘装束に身を包み、扉を蹴破って飛び出していった姿は、まさにあのイザナギ様の生き写し絵だった。ぐす。まあわしはイザナギ様を見たことはないんじゃがの。急に冷静やん。そうしても肝心のサノのやつは一体どこへ消えたんじゃ。串灘を連れて串灘を触っていったぞあいつ。野州の酒の香りにこの花様に花踊りを捧げているというのに、おみきを台無しにした張本人は何をやっておるんじゃ。その罪は消えねえからな。おお前の大根抜いといた。畑の大根全部抜きましたよ。たまやー。のんきだね。お！またやってくれんの？たまやー。ちょっとね、今ちょうど夏やからいいね。ちょうどタイミングが。ん？あ、犬の吸盤。いや、あ、おばちゃん！大ごめん！ごめん！ごめんってそんな、大々的にさ、盗んだことをさ、花火で表さなくてって。本当に、まあ、綺麗な花火だよ。今年の花火は一層綺麗に見えるだよ。一層綺麗か。いいね。自分の顔が出たからね。今年も無事じいさんの前が見られてよかったよ。急に、今おじいさん急に冷静に戻ったね今。めっちゃブレイクダンスしてたのに。これで、このご神木の、この花様の魂や、ヤマタオロチの魂も静まってくれるといいね。でも現実はそんな甘いもんじゃねえみてえだな。まだまだね、旅はすることになりそうですけどね。待って、スタノたちがマジでいねえな。あいつはどこや？あーん。お、綺麗に。あ、昨夜姉さんお久しぶりですね。ね、その姿は涼しそうだね。お、我らが自分、アマテラス、大御神、よくぞ、ご無事でお戻りに、この昨夜、無常の喜びです。嬉しそうだね。おうち伝説に、本当の終始が歌で、村人たちも、各も盛大に、神への感謝の誠を捧げております。今宵は私も、この大御神に、言わせていただきます。昨夜結構あれか飲み冗長っていうか、いっぱい飲むと、まあ、酔いしれちゃう感じ？失礼しまーす。こっちにスタノたちがいると見た。迷い込んだ。迷い込んでしまいましたが、
懐かしいね。一番最初の旅はここから始めましたからね。今だったらいろんなことできるからね。火を操ることもできるし、もうね、空に月を描くことなんてたやすい。わ、綺麗だね。綺麗な竜だ。こっちは行ってもいいけど、まあ、特にイベントはないと思うけどね。まあ、せっかくだからね、ちょっと、こっちぐるぐるしてみようか。なんかあったらね、ちょっと、まあ、イベントあったら嬉しいけどね。お！あ、ごめん。なんもねえと思ってたらおったわ。俺はお邪魔みたいだね。爆発しろ！リア充爆発しろ！爆発しろ、リア充！この野郎！俺は、羨ましいぞ、この野郎！よし、じゃあちょっともうちょっと近くで爆弾やるか。ちょっとお邪魔み、マジでお邪魔みてえだな。すまんな。じゃあここで、あ、ダメ、ちょんとね。ごめんごめん。これ、ちょんと爆発でも起こしてみまっか？リア充爆発しろ、おい、この野郎。バイビーってね。やったー。あー、ごめん、あー。あ、ダメ、引き裂かれね。引き裂けね。あら、しのちゃん。それに、いっすんちゃんも。あんたたち、本当に頑張ってくれたわねー。本当はもう命の危機やったもんな。私一人じゃない。村のみんなに平和が戻って、なんてお礼を言っていいのか、わからないわ。まあ、ね、もう困らないぐらいのご飯を。何言ってんだよ、くしなのお姉ちゃん。この妖怪だらけの世の中、頑張ってないやつ、頑張ってないやつなんて一人もいねえや。だからお互い、礼なんかいい子なしさ。いいね、切磋琢磨してね、頑張っていきましょうよ、今後も。神肉村復興につなげていきましょうよ。ありがとう、いすんちゃん。そしてもしおちゃん。あなた、本当に、ただの狼さん。怖いだ水車が突然治ったり、泉の水が魚に入ったり、あなたが来てから不思議なことばかり、まあ、不思議なことが起こすのがもう、まあ、ワンちゃんやからね。ワン、ワン、ただのワンちゃんだわ。それに、喧嘩もあんなに強いし、喧嘩言う、喧嘩？あ、オロチとの大喧嘩のことゲイ。本当は、この世の平和を見そうなわす、神様だったりして、怖、差し良すぎない。でもあんまりみんなで大騒ぎしたら、しおちゃんびっくりしちゃうから、しおちゃんの活躍、村のみんなには詳しく話してないの。だから、いつまでも私たちの村でゆっくり暮らしてね、しどちゃん。うわー、すげー、プライバシーを守ってくれるわ。コンプラ管理はちゃんとしてるんだね。おい、お前は今回に関してはようやったな、お前。お前はポッチ。また前の居場所を目ざとく、嗅ぎつけおったか。しかし、まあ、主には、その、いろいろ世話になったな。やべえ、全然最初の佐野の面影がね、いかにまでが、イザナギの血を引く、古今無双の大剣士とはいえ、主という家来が女では、この異業なし得なんだことだ。家来？逆じゃねえの、この野郎。その働きを称え、ここで、主と兄弟のちぎりを交わそうではないか。兄弟どうなどするな。では確かに、このイザナギ像の尊前で誓ったぞ。我誓ったぞ。大剣士佐野と霊剣ポチは今より兄弟となったのだ。我が弟よ。いやーめでたい。なあ、兄弟。どっちが兄か、命がけで勝負しようじゃねえの。あ。もう今の佐野は無敵の人やな。おっさん、こいつは犬じゃなくて、狼だって。それに、ちゃんと甘て汗って名前が、言っちゃダメだ。金玉虫。お前も我の兄弟をよろしく頼むぞ。お前は兄弟じゃないのか。妙ちきりな熊取りなんぞしておるが、これでも歴とした狼様なんだからな。わ、超テンション高え。なんだってもう、うちゃうちゃしちゃってね、お二人さん方。もうお祭りは楽しいんだ。文字。それから、この神木場の平和は、この我が守るから心配はいらんぞ。もう今回の件でもう、スサノさん、やる気に満ち上げ、自信満々やな。モチベ爆上がりやな。見よ、我が愛犬、東辺僕改め、霊剣、スサノすごいのみたいな。幾多の戦をくぐり抜け、霊力を宿したこの剣で、妖怪どもなど一刀両断だ。どうだ？羨ましいか？お前のその神器より強そうだよ。もうダメだこいつ。やっぱり、おっさん、もしかして、あ、そういうことか。なあね、狼様って出たもんな。最初から、甘子の姿が。見えてたのか、お前。なんだ、まだワインに用事か。まったく、我が女では何もできない奴だよ。ご本、いいか、お前たち。今、くしなちゃんと、大事なんだ。まあ、俺やっぱお邪魔みたいやったみたい。さとだちいかんか。もう、こいつだったらね。もうお祭りは楽しいんだ。なあ、まこ、お前すっぽ抜けてるから。いや、気づいて、大丈夫、それが分かってる。こういう時は、二人だけにしといて、やるもんだぜ。血だ。決め？
きめ細やかな。まあ、最後にまあちょっと一瞬だけこれね、ご焼きやっていきましょうか。おいおいが嬉しそう。もうダメ私みたいな。我慢できないわみたいな。おぉ。あ、そういうこと？愛情に満ち溢れておりますね。私はこれでみたいな。ちょっと佐野からもちょっと愛を受け取りたいね。来いよ。あ、来た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 。おぉ、すげえ、みんな。二人で来てくんねえかな、ちょっと。すげえ、もう愛情振りまいてるな、みんな。ちょっとハートするか、あとで。どっちが来る？あ、佐野来た、佐野が来た。よしよしよし。そういうゲームじゃねえかな。ちょっとまあ、ハートでも作ってやるか、二人のな。二人のハートでも作ってやるか。あ、ちょっと待って、超汚ねえわ。これどうよ。愛情、ラブ。ラブフォーエバー。はい。おめでとう、みんな。二人ともおめでとう、おめでとう、おめでとうや。これは氷？氷かな？これ溶けるかな？溶けた、溶け、あ、溶けねえわ。あ、なるほど。氷じゃなかった。普通に岩だったわ。なので、この二人イチャイチャしやがってよ。お幸せにな。お幸せに。じゃあもう、神木村でのもう異変とか起きそうにないね。もう、あとはもう、今まで行った場所か、まあ、もしくは新ステージで、まあ、復活した、じゃないけど、なんか、ヤマトローチから出てった、あの、塊みたいなやつだを、ケチャしていくって感じやな。なるほど。まあ、この祭りは十分楽しいんだな。みんなのいいとこも見えたし。お、あの、みかんおじさんもね、もう超ご機嫌やったもんな。まあ、あれはもう、あれやろ、死ぬ前の最後の、ね、最後の輝きやろうな、あれは。いや、みんなね、幸せそうでよかったわ。いや、これ、ヤマトオロチ倒した甲斐がありますね。やっぱこういう人のね、笑顔を見るために頑張ってきたみたいなとこありますからね。いや、にしてもね。にしても酒か。酒やっぱ強かったな。もう、クシナダいなかったら、マジで、ね、もう、ヤマトオロチ倒せんかったもんな。よかった、よかった。スタノーな。でも、スタノーがお前酒飲んだことはみんな根に持ってらしいからな。みんな怒ってるらしいぞ。世界はね、ま、村を救ったとはいえね。村を救ったとはいえ、まあ、それとこれとは話は別だからね。もう何してくれとんじゃって感じっすよね。まあね。まあ、佐野も頑張ってるから。あれだってね、悪夢にうなされてた被害者だからね。しょうがない、しょうがない。ええ、しょうがない。しょうがないけど、俺は根に持ってるからな。お前なんてことしてくれたんやってね。俺は許さない。俺は許さないけどね。いや、違う、俺は許すけど、みかんじが許すかなって感じだよ。俺は別に酒飲まれてもいいけど、まあ、みかんじが今どんだけ根に持ってね、お前のことを血まなこになって、探してるかっていうのをね、知っといてほしいよね。これでもういいのかな？イベントの方は、ある程度は終了したのかしら？じゃあちょっと一回下に戻って、まあ、ちょっと、なんかイベント進まないかちょっと確認してみるか。まあ、暑いはでも十分楽しんでますからね。お！みんな幸せオーダーが出てますね。いいね。こっち行っていいのかな？祭り楽しんだし。どうしたん？あんた。佐野の恋運が気にかかるのか？はて、あの男、この村には戻帰ってきているはずだが、どこにも奴の気配を感じないの。もしかしたら、どこかでひそやかに思い人と語っているのかもしれぬな。もしあまり首を突っ込んで邪魔をするでないぞ。すいません。もう時すでに遅しでございます。私はもう行ってしまいました。ん？なんかイベント？おい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 。わかろ、せやこの祭りにどこに行くんだよ。年に一度の神木祭りだ。もっと雰囲気を楽しもうぜ。でもみんな話したよね、ある程度ね。いや、行くって、ちょっと待ってって。まあ、すいません、祭りに少し楽しませてくれよ。まあ、行くけどさ、あれ？あ、違う、こっちか。ん？神木村からさ、いや、やっぱ残ります。だろだろ？さあ、みんなと騒ごうぜ。あ、ごめん、こっちか。いや、みんなと話したよね、一回ね。一回ずつ話したよね。もう、スサノたちともね、いっぱい話したしね。あ、なんか人いたわ。ごめん、大きな。ほにゃ、オオカミさん。シャシャでやってた。全然気づかなかった。おかげさまで、竹細工も完売御礼で、ちょうど今、一杯始めたところだよ。おじいさん、お酒はもう飲まないで決めたでしょう。それでわし、三日月を見ても思い出すんだよね。かぐやのこと。オオカミちゃんは、かぐやのこと、何か知ってる？そんなの、知るわけないじゃん。そんな、どうしようもないじゃないか。やっぱり、そうだよね。いきなり知ったら、すごいよ。すごいのか。いや、ソフィンの祭りは、やっぱりいいもんだな。オイラの故郷でもよく祭りをやってたっけ？一寸はどこ住みなんですか、あんた。別にオイラ、母ちゃんが恋しくなったわけじゃねえぞ。一寸、今までありがとうな。お前はお家へお帰り。それやまこ、いつまでものんびりしてられねえや。お前今、自分が使える筆技を全部言えるか？ガリュー。
一銭、大川、ガリュー、一銭、コミオ、大川、手柄、それから、水魚、ゲコ、シュープ、グレン。なんとか、この9つは集まったものの、あと4人の分身様が迷子のままだぜ。4人とね、4つの鬼みたいな感じで、ちょうど数が一緒やもんな。残り4つの筆技は、どいつも名だたる妙筆だけど、この中津の田舎の方もあらかた探し尽くしたしな。とりあえず、おろち騒ぎも一段落ついたことだし、そそ、都の方にでも出向いてみねえか？関所か。人が大きな筆技の分身様たちも集まるかもしれないからな。なるほどね。じゃあ、かもこの神木村とは、さよならバイバイするわけか。いやー、やっぱいい村だったからね。ありがとな。ちょっとあれを使おう。せっかくだから。マップにあるでしょ、どっかに。あれが。ない。なんだっけ、人魚の、コイン投げてワープできるところがないだと。ちょっとあっちまで移動するのちょっとめんどくさいからさ。池見つけて移動しましょうか。ありがとう、神木村。さよなら、神木村。達者でな。達者でやれよ。神木祭りも今年はこれで見納めだい。また来年もみんな元気で祭りを楽しめるといいな。さて、俺たちもそうそう、都を目指して旅を再開と行こうぜ。あと4人、迷子の分身様を探しに出発だ。出発進行、ブブブブーン。ちょっとタクシー乗っても行きてえけどな。徒歩はちょっと大変っすよ。お、ちょうどね、開けましたね。平和が戻って、昨夜姉さん。アマテラス、オオミカミ、大業、成し遂げたもうたばかりで、もう、旅立たれるとは、この昨夜、誠通信に、絶えません。でも、いや、行かなくちゃいけないんだよな。なんで昨夜の姉ちゃん、こんなところまでお見送りだなんて、一寸、今だ、胸に飛び込め。中津国の味噌なわす、ご神木の精霊にしちゃ、心配性だな。しかし、ヤマトのどっちが行きたいだ刹那、おつましき容器の渦が立ち上るのを、私ははっきりと見ました。俺も見たよ、それ。この旅の相談で、私が感じていた強大な容器は、オロチではなく、得体の知れない、別の何かのものだったのでしょうか。あなたのおかげで、この新州平原も、核のごとく、蘇りましたが、この長津国では、まだ至るところで、生きる者の悲鳴が聞こえます。とりわけ、高宮平の大金橋を渡った向こう、漁師原の都から聞こえる共感は、まさに地獄を思わせるものなのです。じゃあ、向こうの、やっぱ都の向こうにあるんやな。じゃあ、ちょうどいい、行こうとしてたんよ。俺らたちはちょうど今からそこへ行こうと。そして、オロチの向こうより現れ出た容器の渦のいくつかは、その都の方角を目指して飛び去りました。じゃあ、まねか、いくつか、もう何人かおるってわけやな、都の方にな。これが何を意味するのかは、この昨夜にはわかりませんが、雨土を混迷の渦に落とし入れる救いの意志が、未だ終わりを告げていないのは確かなようです。まだ戦いは終わらねえと。ちょっと昨夜の姉ちゃん。これからって言われたちに、もっとマシな話はないのかよ。まあ、都にも筆神様いるってことやからね。そうでしたね。幾多の困難が行く末に待ち受けようとも、狼たるあなたならば必ずや大気を全うされたものに違いありません。あなた方の歩まれる道々に、花の彼の守りがあらんことを、お祈り申しております。ええー、いいじゃないの。ねえ、涼しそうですね、昨夜さん、その格好ね。昨夜姉さん、ちょっと操作できないのかな、これ。あ、ま、テラス、オオカミカミ、そして、一寸、一切親しく、お強くあかんに。うわ、桜だ。フローラルな香りがしたな。消えちまったな。いさしが親しく、お強くあかんに、じゃねえよ。あんな話なんかしやがって。花からそう簡単に、筆技が集まると思ってねえや。長旅ですよ、ここからまた。都を目指して、まずは高宮平の関所へ行ってみようぜ。今から行くとこやね。あれだ、渦あったわ。ちょうどまっすぐのとこに渦あったわ。こっちだね、こっち。上にあるね。これでね、ちょっと関所まで、ひとっ飛びしていこうやないの。さすがにここから移動するのちょっと面倒やからね。はい。はい。これ二段ジャンプとかできないのかな？二段ジャンプ、あ、そうだ、せっかくだからさ、武器を変えましょうや。武器を、これね。こっちに変えて、で、盾をこっちにすると。ああ、8万で買ったのに、8万だっけ ?5 万で買ったのに、もうすぐなくなっちゃったよ。ええー、いいね、この剣。最速ちょっと試して、あ、この剣を、あ、誰か切りたい。誰かを切りたい。誰かを蹴り飛ばしたい。お、来るぞ。まっしょい。あれ、あんまダメージが。まあ、いや、Y でいいや。あ、でも、いいね、なんか、ダメージはいいですね、結構ね。はい、はい、はい。はい。無駄じゃない。僕の攻撃は無駄なんかじゃない。
いいね、攻撃力高くていいね。一発一発が大きいよ。もうこのまま攻撃したい。攻めたい、攻めた。はい、はい。強い。強いぞ。このまま、あいつを、もう落として、自滅もさせずに倒すと。待って、ダメージが。ちょっと待ってね。ストイヤー。お、いいね。いいダメージ。ストイヤー。いいね。もう自爆させずにとももう、切ることができると。いいね。いや、強いぞ、この武器。かっこいいしね、何より。あ、でも、1010、やっぱちょっと強くなってんだな、敵もな。なるほどね。まあ、それでもお金も貯まるからいいんだけどね。よし、じゃあちょっとワープするか。石柱の近くだから、まあ、マップ見ながらちょっと場所見るか。空を飛ぶ。あ、こっち？こっちか。もう何これ？あ、馬か。あ、びっくりした。でっけえなんか茶色の、なんかね、物が出てきたからびっくりしたわ。ここに放り込むと。よし。失礼するぜ。使わせていただきます。ポチッとな。これちょっと石柱の近くまで飛んでいこうぜ。まあ、さすがにマップは、ん？あれ？ん？ん？あれ？あれ？これ真ん中にいないとダメ？これもしかして。あ、そういうこと？ああ、なるほどね。高宮平。あー、でもこっちの方だよね、多分ね。これね、解放しないとダメなんだ、場所を。失礼しまーす。シューン。ワープ。超ワープ。オッケー、これで移動ができたと。いや、俺は救ったからね、町。どうよ。人魚船に人魚の5000を投げ入れると、そこに人魚の通り道が開くの。その通り道に飛び込めば、飛行の湖へあっという間よ。人魚船は、春劇あの人との恋の道。いえーん、恥ずかしい。うっせよもんな。いったい。俺はちょっとそういうさ、草のとかね、草な、くしなだし姫のね、ちょっとイチャイチャシーン見たからね、ちょっとそういうとこにはね、ちょっと厳しいですよ、今回は。今ちょっと飢えてますからね。飢えてますから、そういうのに。石柱ね。石柱行きましょうか。こっちか。お、あのね、風で、あー、ごめんごめん。いいね。だから、こういうとことかもできるわけ。あれ、なんか入れないよ、これ。これどうすればいいんだ？出た。あ、宝箱か。ブワーと出たよ。お宝が足に会いたい一心で、その何かを表したんだ。お宝よ。そこまでして、足のことを。頼むぞ、そこから見つけてくれよ。俺にクレストして。この下に静かに眠っているマダミのお宝がよ。足が、このビンゴが、ビンゴ。楽しいビンゴ。追い出してやるからね。まさかのここで登場。発掘やビンゴ。もうなんかイベントとか大きいんじゃない？なんだよ、ワンちゃん。君も発掘のドマンに見せられたのかい？よし、わかった。足と一緒に怒涛のお宝掘りに挑戦しよう。お宝掘り、そんなことできんの？やるしかねえだろ、お宝ゲットしてよ。威勢がいいねえ、ワンちゃん。お前の爪にお宝探しの命運がかかっているから頼んだよ。さて、それじゃあまずはお宝探しのルールを説明しようか。お宝は振り子水晶が示す通り、この穴の一番奥に眠っているはずさ。足は振り子水晶の導きに従ってどんどん歩いていくから、ワンちゃんはその爪で掘り進んで足のみ、あ、竹取りの大きなのやつのゲームと一緒かな。もしも振り子水晶が激しく動いたら、そこがお宝のありかだ。あとはワンちゃんがそのお宝を掘り出すだけさ。どう？簡単なお話だろ。いいね、説明が分かりやすくて助かりますわね。つかやったことはね、似てるゲームかもしれないから。あ、それじゃあ足とワンちゃんの気ままなお宝掘り、一応開始と行こうかね。行かせていただきましょうか。まあ多分ね、その縦スクロールのやつだよね。あ、オッケーオッケーオッケー。で、これで、これまあ、最初はね。で、これで放ります。待って。方向転換しないと。はい。危ねえ。これ放ります。はいはいはい。OK。で、ここは、まあ、丸書いて、ちょん。で、丸書いて、これ、爆弾を使って、放ると。はい。痛い痛い痛い。早く。危ない危ない。今、どこいる？どこいる？どこへ今。こっちだって。そう。来てくれよ。OK。お？これプラス何秒だ？あ、ちょ。やばい。はい、チン。なんかあるやろ。やったー。ちょっと待って、爆弾がないと、この先に行けない。頼むぞ。小判もあるしね。待って、これさ、やらかしたかな？
やかしたか。これどうしたらいいんだ。上に。ごめんごめん。しまった。大丈夫かな。この先行きたいんだけど。やばい。あいつが、あいつがもうずっと下にいるよ。やばい。やらかした。これちょっと上に行こうか。はい。上に行けない。助けてくれ。上に行きたいのに。これちょっと登るか。ダメだ。なんか、俺登らせてくんねえんだけど。なんで？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 まあ、あのおちゃんダメだ。おじちゃん。おじちゃん、どうしよう。これちょっと、上に飛ばせない？上に飛ばせない？ちょっとやばい。ちょっと。登って、こっち。ワンちゃん、登って。なあ、掘ってなんか、進めない？これで。なんか、中箱は。なんかないかい。死んで。酒。あー、酒。咲いて。オッケー。死んで。ギリギリ。あー、ダメだ。あの、掘り網を。まあ、諦めよう、もう。一回ちょっと下行っちゃったもんな。だって、どんな宝箱あるんだ？これちょっと。これちょっともう一回やってさ、やってみようか。あちゃー、失敗。でも、お宝、この手にする日まで足を諦めないよ。そうだよ、ワンちゃん。ちょっといきなり下行きすぎたな。お宝を、やるか。お宝掘りちょっとやろう。これはちょっと、お宝ゲットしないとちょっと、やりきれない。私やめれないわ、それは。こっちはないのかい。綺麗な。これで、なんとか。あいやー OK、じゃあちょっとね、説明見た感じね。これで、ブロックを、岩ブロックは縦で消えるから、これで一刀両断する。で、これでもらっておく。チームをしとく。でね、あともう一つね、風で、浮かすことができるらしい。痛そう。ごめん。そんなつもりはなかったんだよ。もうちょっと待ってもらおうか。で、こうやって飛ばしておいて、で、こっちやね。で、これを咲かせておくと。起きて早く。早く起きるんだ。だから効率をこっちに来させたいんだけど、風で、これ浮かして、できるらしい。いいね。風がここで有用な、ものになるとは思わなかったね。あれ、一線ができない。では、一線をしたいんだ。オッケー。で、これで壊れます。で、これで、あいつをこれで飛ばす。オッケー。いいね。待って、ちょっと待って、ごめんね。こっちもちょっと筆使いすぎちゃってもないんだ。いいね。これでちょっといけるとこ増えたね。じゃ、これで飛ばす。はい、ゲットできる。頼むぞ。ほんま、急いでくれ。急いで、登ってくれ。滝登り。俺ができない。待って、一寸。どうしよう。これはもうない。あー、やばい。時間がもうない。くそー。難しい、これ。まあ、また今度にします。もうちょっとね、無理そう。何回もやったんですけどね、ちょっと、まずね、ちょっと横から、岩のとこから行こうとするとね、そもそも時間が足りないんですよね。あ、もしかしたらこの筆の数がちょっと足りないのかもしれないですね。まあ、ちょっと6個ぐらいしかないんで。なんでまあ、そこね、もうちょっと増やしてから行きたいと思います。ちょっと関所行きましょうか。新しい場所だね。長らくね、ここはちょっと橋上げっぱなしだったんで、セーブしてから行きましょうか。